たまには読んでみるたまには読んでみる。ラジオネーム」からお願いしますラジ、えー、ラジオネームえー、っとー「スラッといきましょうよそれはもう」だけでした「<laughs> 海月の羽根井さんからです」「浪川さん宮野さんバード GO」さて私の悩みですがそれは漢字のド忘れです <laughs> <laughs> ちょ、なんなんだよ、えー、普段スマホや PC で <laughs> 文字を入力することが多く変換機能に頼りっぱなしなのでいざ字を書くときに漢字を思い出せないことが時々あり困っていますわかるこれ頼っちゃうよねまた読み方を思い出せずスマホで調べることもあるのですが普段あまり使わない言葉などは調べても忘れてしまいますあなるほど昔はあんなに覚えていたのなるでど,どうすればスムーズに思い出せるのでしょうかそうだよね日本語を扱うプロの声優さんでしかもベテラン声優の並川さんなら きっとみんながハッとするようなものすごい解決方法を知っていると信じていますなるほど試しに調べてみるラジオネーム <laughs> 海月の羽井さんからうーん調べてみてもいいし何が違うのいや分かんないけどだって分かんないとスマホで調べちゃったりするって読み方がね思い出せないでスマホで調べることもあるって、うん、だその方法ももしかしたらいいかもしんないじゃない。うん でもそれだと言葉を結局は覚えられてないどうすればスムーズに思い出せるか「海月」の羽衣、うん、そう羽衣と書いて羽衣羽衣と羽衣じゃねえか <laughs> もう言い方があるだろもうさらりとしすぎてるよ今の <laughs> 気づかない今のねごめんごめんじゃあもう一回じゃあ頭からあのラジオネームを「海月の羽衣さん」クラ お前。何か <laughs> 上手に調べる方法を覚えれば大丈夫ってことだから、うん、そうだねだから上手にまずはスマホを使いこなす。<laughs> みんなチャンネル登録高評価 <laughs> ベルマークの通知登録よろしくね